どうも、ホセイ TV 始まりました。ケンタです。今日はですね、絶対に覚えたいピンを扱う6つのポイントというのをやっていきたいと思います。4月になり、専門学校に入学する方や、新たに洋裁にチャレンジする方など、4月は新しいことが始まる季節だと思います。今回はそんな皆さんに、最初に絶対に知ってほしい内容として、ピンの効率的な扱い方というのを6つのポイントに分けて、話していきたいと思います。今日教える内容は、最初に習慣にしてしまえばその後の復職人生ずっと効率的に作業できるので、しっかりとマスターしてください。それでは早速やっていきます。ピンの使い方ですが、たまにこうケースから出してピンを打っている人はいるんですけど、まあ、ピンクッションに刺しておきましょう。そうした方が使いやすいです。ピンを使うときは親指と中指で持ちます。そして人差し指ですくうようにピンを刺します。このやり方ちょっと慣れるまで難しいんですけど、この打ち方だとスムーズに刺していくことができます。これはシルクピンでも待ち針でも一緒です。ピンを打つ方向なんですけど、ピンを打つときはどの方向から縫うかっていうところを考えながら打っていきます。例えばミシンでこういう方向で縫っていくときに、こういう方向でピンを刺してしまうと、いざ縫うときにピンを抜きにくくなってしまいます。なのでピンを打つときは必ず抜きやすさというのを考えてピンを打ちましょう。横を縫う場合、横に打つか、あるいはバイアス、斜めに打つのがいいと思います。で、ピンを打つときは、少しだけすくうような感じ。こういう感じで少しだけつまむような感じがいいです。まあ、初心者の方とかだと、こう、大きくすくってしまったりするんですけど、こうするとちょっとずれやすくなってしまったりするので、良くないです。なるべく少なめにつまみましょう。縫うときは基本的にミシン針が通る前にピンを抜いてください。確率は低いですが、ミシン針とピンが当たってミシン針が折れることがあります。僕が学校で教えているときの実感としては、生徒が針を折る原因の6割はこれです。ただ、どうしても止めておかないと縫いにくい場合もあるので、これは絶対ではありません。臨機応変に対応しましょう。やたらピンを細かく打つ人もいるのですが、これは良くないです。一つ一つは数秒の時間でも、たくさん打てば、それだけかかる時間も伸びます。縫製工場では基本的にピンは使いません。これは衣服に針が混入されるリスクを避けるのが一番の理由ではありますが、時間効率を上げるには針を打たない方がいいし、打たなくてもクオリティは保てるということだと思います。もちろん初心者の方にピンを打つなとは言いませんが、慣れてきたら徐々にピンを打つ数を減らしていくといいと思います。また、縫うときにピンを抜いてそのままここに置く人がいるのですが、これは結局この後ピンクッションに刺すなら二度手間になるし、ピンをなくす原因になるので絶対にやめましょう。縫うときに抜くピンはここや近い位置にピンクッションを置いて、抜いたらすぐにここに刺すようにしましょう。僕の場合はピンクッション自体をミシンにくくりつけて、ミシン針などもここに刺してあります。これはとても効率的なのでおすすめです。あとは利き腕じゃない方の腕につけておくのもおすすめです。今日のまとめです。1、ピンは常にピンクッションに刺しておく。2、ピンを扱うときは親指と中指で持つ。3. ピンを打つときは抜きやすさを考えて打つ。4. ピンを打つときはできるだけ少なく布をすくう。5. ピンは打ちすぎない。6. ピンクッションを効果的に使う。です。最初にこの6つを意識し、習慣として当たり前にできるようになれば、あなたの仕事の効率は上がります。ぜひマスターしてください。今回も最後まで見てくれて本当にありがとうございました。また
次回の動画でお会いしましょう。ではまた。